どんなに腹が立っても先に手を出した方の負けじゃ。負け？やだ！負けはやだ！では戦以外は手を出すか。そうすればお前は大物になれる。お。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。 NP 法人劇空間無限工房さんのお芝居の練習をしております。応援されている2人の方に来ていただいております。それではちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、小布施町の文化事業活性化実行委員会の事務局をしております永井です。永井さん、こんにちは。どうも、はい、こちらは、はい、制作をしておりますドリームコンシェルの杉本文江と申します。よろしくお願いします。杉本さん、はい、杉本さんはこの、今無限工房さんのどのような立場なんでしょうか。はい、NPO 法人無限工房さん の理事長は青木百合というんですけれども、はい、青木百合と私が友人でして、ぜひこの素晴らしい舞台をたくさんの人に見ていただきたいと思いまして、制作をする会社を立ち上げました。今までも応援されていたと、そういうことなんですか。そうですね。あ、今年初めてなんですか。はい、会社を立ち上げてからは初めてですけれども、はいはいはい、お手伝いはもう10年以上になると思います。会社を立ち上げてまで、はい、応援したいと、はい、そういうことなんでしょうかね。ぜひこれはお伝えしたいんですけれども、はい、本当に今回は今年の元気づくり支援金を、うん、活用させていただいて、うん、この事業が実現できたんですよね、うん、そのおかげの中で盾のシーンをプロの方を千葉から呼びまして、うん、その方先生に指導を受けて皆さん盾のシーンをやってるんですよね。もう今さっき見ましたけどすっごいうまかったので、うん、それもぜひ見ていただきたいと思います。見どころですね。はい、ありがとうございます。そしてこちらは、すみません、自己紹介をお願いいたします。はい、文化事業活性化実行委員会の永井と申しますけれども。永井さん、はい、たまたま小布施町には、福島正則公のお墓がありまして、はいはい、ただ住民の皆さんもこの武将がどんな、活躍をされた方なのかあまり知られてないんですね。なるほど。ですから今回の無限工房さんに託してその劇を野外劇で、はいはい、小布施の、ところでやっていただくという流れを作りました。はい、福島、正則さん、はい、それは小布施のどのような方なんですか。400年前に、それこそ関ヶ原の戦いで大活躍をされた方なんです。はい、なるほど。で当時は広島城50万石のその手柄としていただいた方でした、はいはいはい、ただあまりにも立派すぎるというか見事すぎる戦の勝ち方をされた時に、はい、徳川家からも豊臣家からもこいつは将来天下取るかもしれねえなと、うんうん、っていうことは、ちょっと大変だぞという流れの中で、高山村のところにある神田街の五万石のところまで、はい、ある事象を通じて左遷されるわけですね。なるほど、はい、なるほど。そんな生き様をまた高山村に来てから約5年生きてらっしゃってるんですけども、まあ文献が少ない中で、うん、そうは言っても祀られている岩松院さんというお寺さんがあるわけですから、やっぱり住民も あるいはこの北部の北信方面の皆さんも、はいはい、こういったものをぜひご覧いただくことで、はい、福島正則のまた功績が表に出るのかなと、そんな思いで、お願いをしました。日にちはいつになるんでしょうか。はい、8月25、26の土曜日、日曜日の2日間、夕方6時半からなりますか。はい、はい、小布施町に大きな影響を与えた福島正則さんの、はいはい、その様子を今回の劇空間無限工房さんで、演じると、そういうことなんでしょうか。そういうことです。はい、分かりました。ぜひ楽しみにしたいと思います。はい、ぜひ足を運んでいただければありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。